災害潮位金法、災害潮位金法1973年は、台風や地震、豪雪などの自然災害によって亡くなった人の遺族に対する潮位金の支給、またその災害によって一定程度の障害が残った人に対する障害見舞い金の支給、さらには住居などに被害を受けた人に対する災害援護資金の貸し付けを定めたものである。残された家族に対し国が弔意するものであり、現金が支給される。なおこれらの事務の実施主体は市区町村である。